X2+MX+2 が次の条件を満たすように KTM の値の範囲を定める。でまず括弧1番このグラフと X 軸の正の部分が異なる2点で交わるっていう条件、これを満たすように KTM の値の範囲を定めなさいっていう問題で、こういうタイプの問題、まあ、これね、まあ、特に解の配置の問題と呼ばれています。解の配置の、まあ、問題。まあ、そういう問題解くときは、まあ、解くコツがあって、どういうふうに解くかって言ったら、まあ、当たり前って当たり前なことなんだけど、実際にこんな状況を書いてみるんですね。実際に、状況を満たす様子を書きましょう。まずはね。このグラフってさ、x2 乗の係数が正だから、下にとってだから上にグラフが開いてるグラフになるわけね。ね、これちょっと様子を書きましょう。こうね。で、m の値がね、いくらかわかんないからさ、どこに来るかは謎なんだけど、接点は2になるわけね。 X が0の時 Y2 だから、まあだから、まあ、ここ例えば2だとしても、こういうとこは通る、ここは通ると、ね、で条件満たすような図を書いてみよう。要するにこの条件ね、 X 軸の正の部分と異なる2点で交わる。だから X 軸の正の部分ってどこですかって言ったら、ここ、もう Y 軸より右側に X 軸と2点で交わるような図を書けばいいわけでしょ。だから、まあ、なんかこんな図になる。で、こういうふうな放物線は理想的な条件を満たしているようなってことなんですね。まあ、グラフになって、まあ、こんな感じ。こんな風な図になってくれてたらいいわけでしょ。ちなみに軸のね、X 座標はいくらですかね。軸を求めようと思ったらやっぱり平方完成しないとダメよね。平方完成できますか？まあ、M 入ってくるときね、ちょっと注意点必要だけど、こっちに書こうかな。まあ、今回ね、平方完成は、まあ、これが一番大きな問題ってわけじゃないんで、ちょっと一回も先生パーツ計算しちゃうんだけど、X プラス2分の M 2乗引くことの4分の M 2乗足す2っていうふうに平方完成者になるわけね。だから焦点の座標っていうのがマイナス2分の M と
マイナス4分の m2 乗プラス2になる。だから軸は、まあ、x イコールマイナス2分の m っていう値になります。まあ、こんな状況。だから軸がどうなってるかちょっと謎なんだよね。さて、左のような図の状態になったときには、さあ、そのようにグラフを配置するための条件を。AB もっといこうか。まあ、おお、なんかいいこと言ってくれたよ。まず、A あり、AB の焦点 A の外角の等分線の BC の焦点、まあ、うん、今 D だね。まずさ、軸っていうのはさ、BC を、ここ通るは確実通るんだけど、軸、X 軸、あ、ごめん、Y 軸よりも左側にあったらダメなんだよね。だから、右側にないといけないから、一つ目の条件は、軸。軸見てください、必ずね。こっちの問題、軸を見ます。軸 x イコールマイナスの2分の m が y 軸より左、右。BC をあの外分だから、あの外分した後って絶対に BC を外分じゃん。だから C に到達できない、最後。だから B 外分、ね。だからもうこれ。それを、まあ、一言で言い換えると、マイナス2分の m っていうのが正です、っていうのが一つ目の条件。まあ、これあのもう解いちゃおうか。解いちゃったら結局 m は0より小さいっていうふうに、これが一つ目の条件。さあ、でもこれだけだとダメなのね。なんか他に条件いるんだけど。まあだって2点で交点持たないといけないからね。そうそうそう。まあ。まあこれだね。この場合は判別外角がこのなんだ ABC の外角の二等分線のところの交点が答えここに外角っていうのは、これちょっと難しいけど覚えておかなきゃいけない。大きい。まあ、大きい条件が。さらに、下 D イコール M の二乗引く、まあ、実はこれ半径になりますが、これが0よりっていうふうになります。この二次不等式を解くとどうなるかってことなんだけど、もうこれ先生解いちゃうんだけど、m はマイナス2ルート2より小さいが、2ルート2よりは大きいと出てきます。これ、まあ、2番目の条件にしておきましょう。うん、OK、もうこれさえ満たしてたらよくない？だって絶対軸が正のとこにあって、なおかつここは絶対通るんだもんね。うん、ね、2つこね、2点で交わるだったら0に通りながら軸左、右側にあって2点で交わるって絶対こんなグラフになるじゃん。だから今回はこれだけでいいんだけどね。だから逆に言うとさ、ここも文字だったらさ、もうここが0より小さかったらアウトでしょ、うん、っていうのもね、条件で入ってくると思うけど、今回はこれでいいわけ。うん、から丸1、丸2の共通部分が答えになります。共通部分求め
の0マイナス2ルート2 2ルート2 2ルート2マイナスより小さくて2ルート2より大きいという2マイナス2の条件と0より小さいという丸1の条件ね、ダブルで条件満たすのはここだけ、つまり答えは M はマイナス2ルート2より小さいっていう、これが答えになるわけね。